皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回は急性腹症かなと思ったらの5回目、理解を深める予備知識の話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、238ページをご覧ください。こちらの文章をですね、少しずつ見ていきたいと思いますが、急性腹症の患者さんは当然ですね、お腹を触るわけですね。ですがお腹を触る場合には順番が一応決まっていますので、これは覚えておくとよろしいかと思います。腹部診察の順番は視診、聴診、打診、触診というふうにすると、まず、見るということなんですが、触る前に聞くということがですね、お腹の場合には決まり事としてあるんですね。お腹を触ってしまうと腸内環境が変わってしまうかもしれません。結構ね、お腹の診察って深いところまでですね、こう探ったりしますよね。そうすると、腸内環境が変わってしまうかもしれませんので、まずね、見て、それから聞くということをね、知識としては覚えておくと。そして、打診や触診をする場合には、腹直筋がこう緊張していると、まさにこう邪魔になることがありますので、触る前に効く、そして膝を曲げるということも覚えておくとよろしいかと思います。あとはですね、痛みのない場所から触るということも、ポイントなんですね。最初から痛いところを触ると、痛いということで、もう触らないでみたいなことになってしまうかもしれませんよね。ですから痛みのない場所からこう触っていくんですが、痛みのないところからですね、こう触ろうとすると患者さんがですね、あ、そっちじゃないですみたいなことを言われることがありますので、痛みのある場所はどこですかというふうに聞いて、おへその下のあたりとかって言っている場合には、じゃあ痛みのないところから触りますねということでね、こうのの字で触っていくということになってきます。この辺もね、フィジカルのところでお話をしていますので、まだ見ていないという方は、ぜひご覧になってください。あとはですね、お腹の痛みの場合には内臓痛、体制痛、放散痛という言い方がこうするんですね。これに関してはこう詳しく書いてありますので、こちらを見ていただければと思いますが、主にですね、内臓痛というのはですね、こう鈍い痛みで、関空臓器の痛み、腸管などの痛みがですね、出てくると、これ内臓痛というふうに言われたりします。一方で、鋭い痛みが出てくるですね、体制痛の場合には、これはですね、腹膜や腸管膜の痛みの可能性がありますよということですので、ちょっとね、分かりにくいんですが、内臓痛とか体制痛という言い方をすることがあるということですね。お腹が痛いといってもですね、原因は一つではないと、臓器によって出てくる特徴が違いますよということになります。あるいは放散痛ということなんですが、これね、明らかに有名なものとしては、心筋梗塞がありますが、実際には心筋梗塞以外でもね、放散痛を起こしてくることはありますので、痛みのある場所に異常があるとは限らないということは重要ですので、これは知っておかれるとよろしいかと思います。あとはですね、虫垂炎は発見が遅れると腹膜炎を起こして重篤化するというふうに書いてありますが、多分ね、消化器外科とかの病棟で勤務されている方、あるいは手術室で勤務されている方はですね、虫垂炎の手術でたまーにですけども大手術になることがあるんですね。いわゆる腸管切除まで行ってしまうような患者さんが、たまーにいます。普通虫垂炎の手術というのは文字通り虫垂を切除して、終わるんですけれども、炎症がですね、ひどくなるとですね、これは腹膜炎まで起こしてきて、場合によってはですね、命に関わることもありますので、虫垂炎、一般的には盲腸というふうに言われますけれども、これはバカにできません。あとはですね、フリーエアーがあれば消化管を穿孔を示すが、離髄や、腹部の CT でもフリーエアーを検出することができないというふうに書いてあります。ちょっと写真を見てみましょう。写真、これどこに異常がありますかね。さあどこですかね。ちょっと見にくいという場合には一旦動画を止めてですね、見てみるといいかもしれません。セミナーに来られた方はですね、レントゲンのセミナー、ボリューム6ですかね、そこでちょっとだけこうお話をしている、同じ写真ですのでね、見覚えがあるという方もいるかもしれませんが、ヒントはですね、下の方も、ね、正常ではないんですけれども、フリーエアーという観点で見ていきますと、ヒントはこの辺です。でこれ見るとなんと違法しかないじゃんと、違法というのは胃の中の泡ですよね。
左の横隔膜のところに出てくるね、この泡、これはですね、異泡というふうに言いますが、まあ、これをですね、大きく拡大してみると、まあ、実はですね、異泡の上のところにもう一層空気がありますよね。これを、まあ、フリーエアーというふうにも呼んでいて、まあ、消化管のどこかに線香があるとですね、そこからこうガスがこう出ていって、それで立位で写真を撮ると横隔膜の下のところにですね、まあ、空気が溜まってくると。左の横隔膜の下のところというのはもともと異泡があるんですが、異泡とは別な空気の層が溜まっていたり、これね、右側にも出ることは当然あるんですけれども、これ正直言って分かりやすい方です。まあ、分かりにくいね、所見が出てくることもありますので、まあ、お腹が痛いというふうに言っていて、医師に報告をするとですね、まあ、じゃあ写真撮ってきてというふうに言われると思いますが、その場合に医師からのオーダーはですね、立位で写真を撮るというふうに言われていると思うんですね。ですから、まあ、立位で撮る場合には、まあ、必ず立位で撮る。そうしないと、まあ、この異泡を、ね、見つけることができないということですね。まあ、どうしても立位が取れないという場合には、まあ、外で取るということも、まあ、あるかもしれませんが、外だとやっぱり、まあ、ほぼ見えません。ですから、あの側外が取れればですね、側外にすることによって、まあ、こう脇腹にね、こう上がってくるものが、まあ、分かったりするかもしれませんが、まあ、できれば立位で取るということです。例えば、患者さんレントゲン室に連れて行って、患者さんに、じゃ写真撮りますから、立ってくださいという話をすると、あたたたたたた。お腹が痛くて立てませんというふうに、まあ、言われてしまうわけです。で、その時に優しい皆さんはですね、そうですよね、お腹痛いですよね、じゃあ寝たまま取りましょうかと言って、傾聴姿勢を示して共感的理解を示すと、まさにですね、もうナイチンゲール精神を地でいく、まあ、そんな看護師に見えるかもしれませんが、まあ、実際はですね、この対応は間違っています。医師が知りたいのはフリーエアーがあるかもしれないという情報を確認するためにレントゲンのオーダーを出しているんですね。ですから、僕らが行わなければいけないのは患者さんに対して、まあ、お腹が痛いところを、立たせてしまってすみませんと、正しい立たないときちんとした診断ができませんので、申し訳ありませんが頑張って写真撮りましょうというふうに、まあ、説明をして立って写真を撮って帰るということが、まあ、重要となってくると。これがですね、まあ、報告のコツにつながってきたり、あるいは医師が何を考えているのかということを理解する、まあ、つまりチーム医療の一員としての役割ですよね。写真を撮ってこいというふうに言われたから、はい、分かりましたと言って車椅子で患者さんを連れていくというのはチーム医療でも何でもありません。これやれと言われたことをやっているだけです。ですから自分に求められているものは何なのかということを考えながら、まあ、仕事をすると。まあ、最近はいきなり CT を取るということが実際にはありますので、まあ、この知識はね、あまりいらないかもしれませんけれどもね、まあ、基本的な知識として立位で写真を撮るというのは、お腹の中に漏れた空気がね、横隔膜の下に上がってくるのをね、見てるんですよということは、まあ、知識として知っておいてください。ではですね、本日の手直し語録です。分かりにくいフリーエアあるかもしれないという目で見ていこうということですね。ではですね、次回は理解を深める予備知識の2回目をやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。